ご飯炊き忘れた母が一か八かの勝負に出たが気づかんわけがなかろう。仰ぐやつ。ボールを打つたびに相棒のラケットが心配になっちゃう。走馬灯が身に覚えのないリア充な風景を押し付けてくる。iPod 食べちゃった愛犬のお尻にイヤホンさしたら聞けた。対戦相手あっちね。将棋を打っているひふみんをスーパースローモーションで捉えた画像。あんた今より強くなりてえか。グッモーニーメトレス。オーマグマグノーマグマグノーよメトレス。ヘイヘイメトレスマグマグノー。今日は会社サーボロ。テレビもねラジオもねって言ってんのに NHK が信じねえ。いないって言ってって言ってます。鳥取のゆるキャラ砂丘くんが放送事故レベル。息子がいかにあの金魚を可愛がっていったかが理解できた。初代が引退しない。すっぴんでーすと彼女からメールが来たが画像を間違えたのだろう。そう信じよう。魚を焼いてたら背後から何かが近づいてくる。オッケーグーグル、サッカーのルールでね。あいつったら私に何て言ったと思う？それ今じゃないとダメ。てめえ人が必死に弁護してやってんのに何机の下で DS やってんだよ。だるまさんが転んだ決勝戦。引っ越しを手伝いに来てくれた友達が複数人で軽いものばかりを運ぼうとする。先頭に躍り出たのはゴール過ぎてからだ。メロス、俺は信じてるぞ。お前がきっと戻ってく。ってメロス何してんだお前。じゃあ誰が走ってんだよね。3分間ロッキング。もう17分も何も食べてない。おい一体どうなってるんだ。スープにテランが入ってたぞ。自粛生活でサンタが来なかったので呼び出すと言っていたが、多分サンタじゃなくてサタンが来る。 AED ってすげえのな、うん、せっかく迎え来たのにな、うん、ハリウッド版カチカチマウンテンが子供たちのトラウマになっていく。ご主人が UFO に連れ去られてる。偉そうに再起動してくださいとか言いやがって。てめえなんかシャットダウンだ、ざまみろ。手術中の患者さんが起きたので思わず目をそらす。言えないよな、こんだけ手術しといてただの風邪でしたなんて。通訳から話し出した。自分だけバーベキューに誘ってもらえなかったので仕返しに誰も誘わずバーベキューしたが、なぜだろう涙が出てくる。親しき仲に戻りたい。レッドアイご注文のお客様。ハンド？ババアの息の根を止めるためにゆっくりと忍び寄る。もっと洗濯物。食器でもいい。自分の家の風呂場に女湯ののれんをかけてドキドキを楽しむ天才。ルンバとかいう新入りが初日から俺のテリトリー荒らしまくっとる。プラモデルを買ったが説明書に1組み立てるしか書いてない。箸を落とした時にキャッチしてくれる性。乱暴、怒りのあまり逆に敬語。これだけ中途半端な時間に中途半端に奪い、中途半端に金庫を開け放っておけば、まさか A 型の俺がやったとは思うまい。小さい E の打ち方を覚えた。マリアカートに登場するテレサが想像と違う。母さん、台所でお湯使うとこっちが冷たくなるから。号泣のところすいません、馬飛びさせてもらってよろしいでしょうか。まだ喋れないので LINE で会話する。召喚したケルベロスのレベルが低い。食べ放題じゃなかった。だから好きな4桁の数字を聞いてるの。おそらくかくれんぼをしてるだろう知らないやつが入ってきたが、めっちゃ楽しそうで何も言えない。やった、ラケットにボールが当たった。俺はアイマスクを買ってこいと言ったよな。目を見ればわかるわ、あなた軍人ね。全部言えますよと豪語したものの、一つ目のロバ以降が出てこない。クビ理由が長文だが的確。ボーリングでストライク取るたびに降りてくる。オラにケーキを分けてくれ。浮気した彼氏を埋めたところに分かりやすい目印を置いた。危ないから工事ありません。これうちで採れたイチゴなんですけど、よろしかったら私が食べるとこ見ませんか。ここが一の三か。パーマ代返して。おばあさんが乗ってきたので席を譲ったらこう言われた。わしが見えるのかい。おやつが300円を超えていた。ほんと救いようのない旦那ね。片付け忘れた息子のトミカに母のダイソンが迫る。お客さん寿司を食べに来たでしょう。長年商売してるとわかるんですよ。え、あれ今日から出張のはずでは。俺酒飲むと気持ち悪くなるんだよとは聞いていたが、まさか見た目の話だったとは。来い、花セレブの時間だ。
この私から席を譲られるなんて大変に名誉なことですぞ。はあ、ヨシコさん、飯はまだかの？あら、おじいちゃん、さっき食べたでしょ？のやりとりが本日7回目だが、本当に食べてない。慣れた。ここまで来ればあいつらも。あ、なんだこれ、 GPS？ 寒いけど頑張った。近畿大学水泳部が反則。あんたは近いうち餃子を食べるよ。私には見えるんだよ。宇都宮に100メートルおきにある看板。飲み干してから気づいた。これは飲み物ではありませんの文字。起きてよ。どこかに答えの漢字がないか教室中を探す。壁のポスターのせいで常に残響気分。おじいちゃんに会いたいかい？あそこのおじいちゃん、あんなに大きな餅を。 OK、 行こう、もう行っちゃおう。ステーキ待ってたら外でシェフが牛と格闘してるのが見えた。これが昨日の三次会の時の私。赤いのは味方ね。青いのは食べていいわよ。うん、わかった、全部食う。ヘリコプターはエンジンが止まってもフライアウェイ。とりあえずこの電車は見送った。で、何も釣れずに帰ってきたぞ。じゃあ今日の授業はこれでおしまい。先生、宿題出し忘れてます。は？なんなのこの街、ポケットティッシュめっちゃ人気やん。おお、影かと思った。ドラゴンボール1個で無理やり呼び出してみた。最近の泥棒ってすごいよね。今日はみんなでこの学校で来ようって約束したよね。ちょっとでも乱れてみろ、ペチペチン行くからな。内太ももペチペチン行くからな。後に世界を救うことをまだ誰も知らない。普通の村人だと思って話しかけたら戦闘が始まった。そこについてた窓です。バリカタやと思ったんやけど、この片面普通やわ。ハッピーバースデイジョージー、ハッピーバースデイジョージー。バンドマンを呼んだのにバナナマンが来た。俺をコケにしやがって。みんな励ましてくれてありがとう、元気出たぜ。よっしゃ、今からバリバリ仕事すんぜ、と打ってる時の顔。浮いた。トーマスが白骨化した状態で発見されました。カロリー、あ、それカロリー。昔昔、これは茶色い柿の種が天下を取る前の話。何やかって？私たちにもわからないわ。ふう、案内しろ、俺が吹く。機長が泣きながら翼をくださいを歌っている。ちょ、話してくださいよ。ちょ、やめてください。誰か助けて。室伏が。こちらが見本です。もう壁ガリガリしませんからって。コンタクトあったよ。お前すごいな。10月末高2初めての5教科7科目試験。あ、この問題見たことある。だがわからない。縦に切りやがったんな。日本の歌詞うまかったぜ。それはレモン、バナナ、たくあんです。お、斬新な発想ですな。あなたは？私はわかめとセイロガンです。はあ、やりますな。ハエ、潰してます。ビンゴ大会の景品がドライヤーだった。医者ではなくただのスイス人だとは言い出さない状況になってきた。いきなり現れてごめんね。僕はつくだりの妖精。今つくだりの世界がピンチなんだ。ヘイジューデ。オフィシャルヒゲダンディズムと聞いた時の脳内イメージ。米津玄師と聞いた時の脳内イメージ。皆さんこんにちは、笑点の時間です。本当にランダムなのかが気になる。私のファンが5人。シャワー室に公衆電話を設置すると浴びるほどの避難の電話を招く危険性があります。肉まんとガリガリ君一緒に入れんなよ。ちょっと間違ってるんじゃね。まあ、あくまでも勘だけど。なぜ枯れないんだ。少年よ、邪魔だどけ。味付け海苔ってすげえよな。味付け海苔でワンランク上の自分に。味付け海苔最高さ。味付け海苔のおかげでモテモテです。1万分の1という確率で出る超激レアアルフォート。20年ぶりに動物の森を起動した。目には目を、歯には歯を、地にはボラギノールを。かくれんぼの時、存在感のない山下はこの状態でも見つからない。
ふざけて機関に入るタイプの米。今日も友達と喧嘩しちゃった。食ってやろうか友達。でもいなくなったら寂しい。そういうことだ。チキンは逃げてもいいんだぜ。さすがはピエロ、冗談がお上手だ。ステラおばさんのチャイニーズマフィアとの戦い方その1。アフリカの昔話ならよくあること。昔昔あるところにおじいさんとおじいさんとおばあさんが7人ほど陽気に生活していましたとさ。ジャングルジャングル。忘れるな、田中という名の作業員がいたこと。今確認してきたがコンティニューするそうだ。いけるか。年間パスポートで毎日乗り続けた末にたどり着いた境地。今どこらへん？やべえ、核兵入った。伝次郎先生が本気を出した。今の見た？目が合うと時速60キロで追いかけてくる。うさこちゃん呪いの効果抜群。ここに10万ある。ごちゃごちゃ言わずにレジに入れろ、早く。プッチョって言っても信じてもらえへん。わかったよたかし、マリオカート買ってあげるから。どうだい今日の格好は。淡いブルーが少しだけ春を感じさせるわ。さすがちょい春親父ね。ゴラッチェ。あらやだ。わあ、魚に食べられる食べられる、ご主人。わあ、かまって。おい雑種。てめえもだろ。10年間ライト兄弟の邪魔をし続けたレフト兄弟。ボブは右手にリンゴ3個、左手にみかん5個を持っています。どんだけ手がでかいんでしょうか。乗れよ、シュピードナムコが見せてやんよ。ちょっとお客さん、100円入れてから。眼球を落とし焦る山下の背後に迫りくる巨大パセリ。絶体絶命、どうなる山下。次回、山下長袖を着る。お楽しみに。初めて聞くが、毎朝いるけどお前は誰なんだ。基本トッピングは全部。だいぶ万引きしてた。念のためもう一回。なんで俺だけ聴診器。桃太郎さん、もうあんたにはついていけねえ。犬とキジトにもそう伝えておくれ。あと猿にもよろしくな。そうだよな、俺がいるならお前もいるわな。お通しです。犬は落ち込まなくていいと思う。お前たちに見せるニュースは何もねえ。はい、怖いです。お化け屋敷でお化けが脅かしてくるたびに冷静に感想を述べる。リハビリがもはや鬼畜。とても美味しいコーラですね。それは瓶に入ったヘビです。バスガイドの勢いがすごい。魔法陣を地面に描いてみたら本当に光り出してちょっと焦ってる。すいません、やっぱり禁煙席にしてください。1年間計画を練りに練って脱獄したのに、仲間がうまい棒を万引きして即逮捕された。 Wi-Fi 訪ねて3000里。世界三大聖人、イエスマン、社畜、休みなし。お言葉ですが、社畜は社畜らしく笑顔で残業してればいいんじゃないですか。暴力では何も解決しないぞ。とりあえずさよならは間違いないですね。車種不明、走行距離不明、ボディ内部少々痛みあり、150円。駒の動かし方、動かせないが金の後ろについてくる。あの辺の色からして今日の彼女は機嫌が悪い。卒論をエビフライの魅力にするんじゃなかった。おはようございます。8月32日ですね。僕の夏休み、恐怖のバグルート突入。プラス100円で君の努力が水の泡に。僕のビッグマック買い忘れたの。パンダ君の借金まみれで。オーマイガー。無人島に一つだけ持っていくとしたらと聞かれたので、持っていきたいものを一つにしてる。下ごしらえ。今私のこといやらしい目で見たでしょう。迷子か。俺もだ。本当お前そういうとこあるよな。パラシュートを開いたらおっさんが出てきた。インスタにアップしてほしそうにこちらを見ている。一旦セーブしますか。はい。スコープを万華鏡に変えたやつ出てこい。大変そうだし、後ろから押してあげようかな。お年玉はお母さんが預かります。俺のチョコモナがジャンボ食ったのは誰だ。想像と破壊。彼女の得意料理が日に日に増えていく。目が覚めたら三次会が終わってた。今日の給食はファミレスと聞いていたのにラミレスだった。直接顔を倒すタイプの緊張。なあ、わしの本体が。ビンゴが当たったけど極度の打ち気で言い出せない。
裁判長、定時です、うん、死刑。なんか余ったけど、いいわ、アムロ行きなさい。 ETC カードが挿入されていません。エトが変わる瞬間を捉えた貴重な映像。 Google Earth にダメ社員と入力したらすごい勢いで自分に迫ってきた。12月24日以外、一匹のムックからいつもだいたいこれくらいは取れますよ。伝票を見た瞬間石化。大人にはトトロが見えない。ははは、さらばだと言ってからヘリコプターが全然上昇せず、むしろ少し降下した。あの女やっと諦めたか。捨てても捨てても鼻歌を歌いながら自転車で帰ってくる。俺の正しい世の中にする旅は始まったばかり。ケーキもジャパネットが負担します。そこキノコ出ないってば。ごめんごめん、ニンニク食べたばかりなのにすっごいおならしちゃったよ。一生のお願いを使ったらなんとかここまで上がった。後ろの歯も俺がうざい。一人しかいない野球部の練習が見てられない。